なんだこのドラム缶は。生体反応を確認しました。再起動開始。プログラムバーチル89再起動完了。34日と9時間12分2秒ぶりの帰還です。成果の報告をしてください。よく確認を。彼らはカロン部隊の隊員ではありませんよ。端末の反応を検知しています。接続を行ってください。なんかよくわからんけど携帯をつなげばいいん。 OKOK プラグイントランスミッション。セクションとの通信接続を確認しました。パーソナルデータを取得。カロンの船へようこそ、キャプテン。まずは自己紹介から始めましょう。私は独立型作戦支援用プログラムバージル89です。以後よろしくお願いします。化け物の次は。驚くことはない。内蔵データベースに適用。ああ、目覚めて早々悪い。これは想定外のことが起こった。グッドラックからの無線が。問題ありません。先ほど接続した端末から情報によると、キャプテンの任務はカロン部隊のデータおよびクバンエナジーの回収、そしてディーディセク。さっきから当たり前のように二人で話して。意味は不明です。本来私がカロン部隊の作戦に参加していた際は彼は存在していませんでした。そこから導かれる推論として、彼は私が緊急時スリープモードに移行することを余儀なくされた突発的な事態の中で必要に駆られて生み出された人格であると考えられます。それで不明です。その際に。ならお前は。私たちは特殊作戦の。じゃあ俺はこの場所や。ここはワームホールの先。これまでの調査の過程ですが、地球と地理ディーテ世界の大部分を覆っている。人間に対して非常に強い毒性を発揮し。ここから元の方法はあります。なぜ機関には大型のワームホール。カロン部隊は最。やはり俺には。探索は手分けして。僭越ながらミスターリーブ。では、早速、長い工程になる。それを言うなら。そう。失礼。ようやく、クソ長いお話が終わったかと思えば、どうやら、今から食料採取をさせられるようだ。というか建物ごと転移してるんだから、普通にそこ探せばいいんじゃね。世紀末みたいな感じだから、そこら辺りで生きてる人間から、略奪でもいける気がする。ガイドマーカーを設置されましたね。何お前は休んでるだよ。目的地はさっさと働きやがれ。働く気がないなら自分の靴でも食ってろ。ってなわけで近くの道場に来てみた。はっ、いきなり何言い出すんだこのドラム缶は。羊がいるようだけど、あれを狩るの？そんなことできるわけがないでしょ。かわいそうじゃん。ついでに動物愛護団体が黙っちゃいないぞ。こんな時に無線か。ジャック、私。誰がジャックのおばはん？今、その世界にあるものは、かなり限られているの。だから好き嫌いしないで。そういうことじゃねえよ。大丈夫よ。その世界には、いろんな種類の動物がいるみたいだから、それで我慢してね。動物食わなくてもいけるって言ってんだよ。お前の頭は、ハッピーセットか？帰ってきたら、ずんだクリームソーダ準備しておくからさ。
遠回しに嫌がらせしようとするのやめろ。アンナの飲むのは、頭のおかしいやつだけだ。まあまあ。ゾンビに襲われる前に餓死したら、元も子もないからさ。それにさ、キリタン。そこには、動物愛護団体はいないよ。昼ご飯じゃ。今日の飯は全日間じゃ。もう毎日ずんだ餅だけの生活とは大人だじゃ。さようなら。お前は晩飯用だ、この野郎。ステーキにしてよいよ。一人ぼっちは寂しいもの。あの世を吹き上げるからね。モンスター対比の専門家。何度、作れるものは限られているのか。ステーキ食べたかった。まずは簡単なレクチャーでした。今回得た知識は、サバイバルを生き抜く上で。それでは、この調子で、続いては、カロン部隊のデータ回収です。彼らは、ディーデ世界の各地に観測所を設け、先ほどの探索中に、そのメモリーボードの反応を検知しました。まずは、さあてメインの仕事であるデータ回収に行こうか。外は暑いからこのままの格好でいいや。というかなんで俺一人でやってんの。あいつもついてこればいいじゃない。お、結晶発見。これはレベルアップとかに使える便利なものだよ。建物ある場所にゾンビあれってか。せっかくだからフェンスを召喚してみよう。これで通れないだろ。一方的にやられる痛さと怖さを教えてやろうか。ああ、ちなみにこのフェンスはワームホールで召喚できるよ。これを使って元の世界には帰れないよ。仕方ないね。一応当たり前だけどフェンス越しに攻撃できるのは槍と銃先だけだよ。同じようにはめてるだけだから勝って。この機械が目的のものだよ。さあデータを抜き取るぜ。あとは、バジルちゃんにこのデータを持って帰ればいいだけだよ。手に入れたメモリーボードのデータは、私たちと有線接続することで、解析完了。データの内容は、これで。いえ、回収できた記録は、ですが、今後の探索は、機械のくせに曖昧。メモリーボードと接続。回復した記憶によれば、カロン部隊は、ならな、不明です。もっとデータがあれば、